の人は。まったく、どうしてダドリーがこんな場所にいるんだか。せっかくのスクープを前にお預けもいいところだわ。かといってシャッターを切ったらあいつに気づかれそうだし。グレイスさん。あらら、ロイド君。エリーちゃんもこんなところで何しているのよ。それはこちらのセリフです。グレイスさん、どうしてここに。招待されたわけではありませんよね。実はちょっと訳があって、裏技使って入っちゃったのよ。え、裏技。内緒にしててね。清掃業者の人たちに紛れてこっそりとって感じ。どうしてそんなこと。だってだって、うちに来た取材用のチケット他の記者に取られちゃったんだもん。プレ公演は絶対見たかったし、他のネタ追ってるところだったし、これは忍び込むしかないじゃない。あのですね、なんて人騒がせな。ほら、それよりも一緒にここから舞台を見ない。せっかくのクライマックスだもん。見ないと一生後悔するわよ。本公演で見ればいいでしょう。それよりも本当に理由はそれだけなんですか。まさか脅迫状を送ったのはグレイスさんとか言いませんよね。脅迫状？何それ。そういえば、いざ忍び込んだらダドリーとか一家の連中を見かけてびっくりしちゃったんだけど、ひょっとしてそれ絡みとか。違うみたいね。そうだよな。いくらグレイスさんでもそこまではしないか。いくら私でもって、ちょっと失礼なんじゃないの。いや、現に忍び込んでまで取材をしてるわけですし。そういえば、他のネタを追ってるところってさっき言ってましたよね。どんなネタなんですか。おっと、それは言えないわね。あっ、もしかして一家が出張ってるのは彼を監視してるからとか。しまった、気づいているのは私だけと思ってたんだけど。それってインのことですか。イン？何それ。さっき言ってた脅迫状と何か関係がある言葉なわけ。違うんですか。グレイスさん、知ってることを話してください。出ないとこのまま突き出しますよ。ちょっとロイド君、そんな殺生な。私と君たちの仲じゃない。今は少しでも手がかりが欲しいんです。だから教えてください。マジなのね。でもエリーちゃんの前でこんなこと話してもいいのかな。それはどういう。私がどうしたんですか。まあいっか、気をしっかり持ってよね。私が追っていたネタは市長の第一秘書に関する黒い噂よ。アーネストって言ったっけ。彼相当ヤバいわよ。市長に内緒で事務所の資金を勝手に流用してるらしいし、最近じゃ帝国派議員と密談して何か企んでるみたいなもんね。まさか市長を亡き者にって。さすがにそこまではしないか。ねえロイド、もしこの状況でおじい様が何者かに亡き者にされたら。目撃者さえ作らなければ犯人は別のやつに偽装できる。それが狙いか。ちょっと、貴賓席にいた警官。
一体ここで何をしている。話は後です。エリー飛び込むぞ。ええなものまで。これは一体どういうことだ。まさか君たちがこんな場所に現れるとは。やれやれ、トンダエイドスの巡り合わせだな。アーネストさん、一体どうしてあれほどおじい様を尊敬して支えてくれたあなたが、どうして。エリー、君と同じだよ。私もいい加減この状況にはうんざりとしていたんだ。結局何かを変えるためにはより強いものに従うしかない。だからこそ私は行動したんだよ。そのためにインの名を語り、イリアさんに脅迫状を送って、インが現れると思い込ませて市長の抹殺を図ったのか。随分と舐めた真似をしてくれるじゃないか。捜査一課といっても所詮は無能な警察官にしか過ぎん。ルバーチェン、ヘイユエも、本物のインとやらも全員私の手のひらの上で踊っていたに過ぎんのだよ。動くな。おとなしく銃を捨ててもらおう。今ならまだ未遂で済む。それはこちらのセリフだ。自治州代表の一人でもあるこの老いぼれの命、お前たちの目の前で散らしてやってもいいんだぞ。やめて。実の祖父がくたばる瞬間をその孫娘に見せたくはあるまい。そちらの壁際まで移動して道を開けてもらおうか。どうするつもりだ。この場を逃れたところであんたに逃げ場はないぞ。うるさい。いいから言う通りにしろ。いいだろう。それでは返してやる。おじい様。待て。逃がすか。なんだあの異常な速さは。ランディ、ティオ、そっちに市長の秘書が行く。真犯人だ、足止めしてくれ。よくわかりませんが、了解です。それ甘いってろ。なんだってんだ。どうやら一連の事件の真犯人みたいですけど。ランディ、ティオ、よかった捕まえてくれたか。ああ、拳銃を持ってたから思わず気絶させちまったぜ。ああ、それでいいよ。それでどうしてロイドさんが一家のメガネスーツさんと。誰がメガネスーツだ。お前たち、これは一体どういうことだ。バックアップまで用意して一体何をしていた。それはな、まだ動けたのか。こんなところで終わるものか。私は次期市長になるんだ。ハルトマン議長の下。あ、サイト。例の狼か。お手柄ですね。やれやれ、おいしいところ独り占めかよ。うん、独り占めは私よ。いつの間に。
油断も隙もないです。お前たち、いい加減にしてもらおうか。話せ。私は絶対に次期市長になるんだ。いやはや、すげえ事件になったな。今頃市民の大半が大騒ぎしてるんじゃねえか。まあ、アルカンシェルの新作のお披露目中に市長の暗殺未遂ですから、スキャンダル、ここに極まれりといった感じですね。市長に同情的な意見が多いのは不幸中の幸いだったけど、でも結局アーネストと関係していた帝国派議員の名前は上がってないか。
まあ規制されてんだろう。それにさすがにあの暗殺未遂は秘書野郎の暴走なんじゃねえのか。なあ、多分ね。帝国派にとって市長を暗殺するメリットなんてそれほどないはずだし、ただ暗殺者を院に仕立てて兵友へと関係のある共和国派への攻撃材料にする可能性はあるか。なるほどね。でもあの秘書の人なんだか様子がおかしかったです。正気を失っているというか、歯止めが効かなくなってるというか。ああ、それは思った。一家が取り調べをしてるらしいけど、結局どうなったんだろう。どうやら錯乱しちまって話せる状態じゃないらしいな。課長、取り調べができる精神状態じゃないってか。ああ、出汁が開かないんで一旦公私送りにするそうだ。教会のカウンセラーかウルスラ病院の助けを借りるつもりらしいぜ。そうですか。しかしお前らもとんだ大金星じゃねえか。今日本部に行ったらあの狐が猫なで声を出してお前らのことを褒めてきたぜ。え？想像しにくい光景ですね。つうか嬉しくもなんともない情報だな。狐だけじゃなくて警察全体の話でもあるがな。まあ一家は複雑だろうが、これでお前らを見る目が少し変わるのは確かだろう。素直に喜べよ。そうですね。でも素直には喜べませんね。ああ、お嬢のことを考えるとな。そんな明日から復帰するなんて、そんなの早すぎます。何、たかが打撲と捻挫くらいだ。5日も休んでしまって、むしろ英気が養えたくらいだよ。冗談言わないでください。あれほどのことがあって第一秘書がいなくなって、今はゆっくりとお休みになるべきです。創立記念祭も近い。仕事は山のようにあるからね。この程度のことで市長としての役割を放棄できんさ。この程度のことって、おじい様は辛く悔しくないんですか。あれだけ目をかけていたアーネストさんに裏切られて、それなのにどうして。今回のことがショックでなかったといえば嘘になる。聞けば随分前から事務所の資金を使い込んでいたようだ。それで精神的に追い詰められ暴走してしまったのかもしれない。その意味では気づいてやれなかった私の責任でもあると思っている。おじい様。だが私は政治家だ。この身をクロスベル自治州の今と未来のために捧げると誓った。いかなることがあろうと職務を全うする以外の選択はない。そう自分に課しているのだよ。すまないエリー。10年前も私はライアン君を、お前の父さんを引き止めてやれなかった。そして娘も、お前の母さんも猿がままにしてしまった。そして相変わらず無力だが必要ではあるクロスベル市長を続けている。さぞ恨んでいることだろう。そんな、おじい様は私の誇りです。お父様やお母様とはたまに連絡はしていますし、悲しかったけどきちんと乗り越えています。エリー、もともと私が警察に入ったのは別の形でおじい様の手伝いがしたかったからです。それがクロスベルのためにもなると信じていたから。
でもこんなことになってアーネストさんがいなくなって、私やっぱり警察を辞めておじい様の手伝いを。バカなことを言っちゃいかん。おじい様、もしお前が選んだ道を悔やんでいるのなら、すぐにでも戻ってくるべきだ。だがそうではないのだろう。なのに道を変えるというのは多くの者に対して失礼だ。同僚にも私にも何よりお前自身にも。私のことは心配はいらない。秘書は一人ではないし、いざとなればヘルマーだって助けてくれるだろう。次の市長選を機に引退することは少し難しくなってしまったが、なに、もう5年楽隠居が遠のくだけのことだ。だからお前は選んだ道を全うしてみなさい。少なくともお前自身が納得できるまで。それが私にとっては何よりの励みになるのだから。おじい様。そもそも今回の事件もお前たちの働きがなかったら私は生きてはいなかったはずだ。誇りなさい、自分たちの働きと成長を。そして一層輝けるよう自分を磨いていくといいだろう。アルカンシェルの今回の新作のようにね。はい、おじい様。エリー・マクダエル、明日をもって職場復帰し、より一層職務に励みます。いやはや、助かりましたよ。あのままことが運ばれていたらどうなっていたことか。危うく市長暗殺の容疑をこちらにかけられるところでした。共和国派の議員どもとつながりを持ったりするからだ。私の名をあの秘書に囁いたのはハルトマンという帝国派の議長。おそらくルバーチェの会長あたりから聞いたのだろう。ええ、そうでしょうね。秘書が暗殺まで企てるとは思っていなかったでしょうが、それでも私たちを通じて共和国派にダメージを与えるのが目的だったに違いありません。つくづく因果な町だ。それはともかく、私たちなど一緒にするな。こちらはいい迷惑だ。やれやれ、釣れないですね。ま、議員とのつながりなどその気になればいつでも切れます。お伝えしている通り、こちらの構成は記念祭以降、最終日の仕掛けはよろしく頼みますよ、インドの。いいだろう。時間だ。行くぞ。相変わらず神出鬼没な方だ。しかし、時間ですか。一体何の時間なのやら。早いわね、リーシャ。イリアさん。何、
そんなに午後の稽古が楽しみだったの？私もいい加減舞台バカではあるけれど、あんたも十分素質あるんじゃないかしら。そんな、イリアさんの息まで達する自信なんてとても。そんなこと言ってプレ公演じゃノリノリだったくせに。よかったわよ、あんたの演技ようやく私のライバルの卵くらいにはなってくれたわね。イリアさん、もしそうだとしたら全部イリアさんのおかげです。受け継いだ道しか知らなかった私に光を示してくれたあなたの。それと今回は彼らにも感謝した方がいいかな。え？何でもないです。今日の稽古は第3幕の完成度を上げていくんですよね。私頑張ってお付き合いします。お、やる気満々じゃないの。私もマジで負けてられないわね。よし、来月の本公演までに今の100倍は良くしていくわよ。ついてきなさい、リーシャ。はい、イリアさん。大変でしたね。おめでとうございます。ランク